JDA が使って調子に乗ってるみたいなんで行きましょう。調子に乗ってる説。さあどうぞ。最初はグーじゃんけんほい。おお、セコールセコールでバディファイオープンザクラック。ドラゴンウォールエンシェントワールド強っ。この敵さんめっちゃ強い。何じゃあこれいいっすか。どうぞ。じゃあチャージアンドドロー。はいよ。じゃあまずはベストコーナードラゴンベストに攻撃。おお、とこのカードは相手にセンターがいなかったらリアジ2枚増やせるっていう効果です。アタック2ダメージ。おっと、いただこう。8残りライフ8になりました。ゲージ増やしてセンターに持ってないでさらに1パス1ターン終了。おお、いただこう。僕のターン。ドロー、ドロードロードロー。チャージ&ドロー。ここまず最初に神キャスト竜王殿。1ゲージ1ライフ1ドロー。なるほどねなるほどね。さあ勇気を持ってターン終了するんだ。いいことあるかな。ジャスト勇気神速。はい、2枚デッキの件2枚ドロップゾーンに置いて置いて、しゃしゃあー、はい、10番じゃね。でゲージプラスゲージプラス1、はい、そしてそしてさあもう我慢できない。スピードガンいっちゃうぜ。センターに衝撃突デュエルイエガー。料理によってそっちか竜王番長2枚今ちょうど落ちたところだね。これをソウルイン。さて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 さらに捨てちゃうぜ。君の目サイズにヒーリングリンっていうようなカード1枚3デッキの上が1枚をゲージにしてライフ1ライフは10になったぜ。そして、デッキの上から1枚をソウルイン。またリンちゃん。よしアタックフェイズ。ほいよアタックフェイズ。デュエルイエガーはファイターにしかいかない。ファイターに3ダメージ。残り7ターンエンド。3度ドロー。チャージ&ドロー。まずフェアハンド。フェア別にゲージプラス1動かないやつでいいかも。連携8000でアタック。アタックしたときにセンターにモンスターがいるのでゲージプラス1。おお、とっとっと、それちょっとやだな。ちょっと激輪でゲージ1払ってライフ1払って激輪を使います。彼に反撃を食らわせたい。へえ、やるじゃんやるじゃん。お守れなかったやったぜはい、ガチャコンいくぜ。ドローチャージ&ドロー祭り。じゃあドロー祭り、じゃあドロー祭り、じゃあ安心して捨てていいやカードヒーリングリンちゃん。結局のこのカード捨てるデッキの上から1枚をゲージに置いてライフを110になった。そしてデッキの上からまたソウルイン。だんだん硬くなっていく。防御力上がっていく上がっていく。アタックオッケー。アタックフェーズする。オッケー。デュエルイエーガーでファイターに3ダメージ。ノックライフが4。やったターンエンドでもスタンドドロー。オッケー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 。チャージ&ドロー。ゲージ1払ってバーディーコール。バルドラゴンで、まあウィナーカードの太陽盾を、ウィナーカードの太陽盾を置きます。ウィナーカードの太陽2回言う。アタックしていいですか。大丈夫です。1万3000バル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 。あ、抜けねえのか。抜けないということはキャストしていいですか。はい、激励激凛で嫌な予感がするんだよな。バルに反撃してもやっていいことと思うことあるだろう。おいおい、手札3枚2枚2枚手札2枚手札2枚。ターン終了だ。ターン終了。しかしドローチャージ&ドロー。すごい仲いいんだな。ヒーリングレンジャーゲージ1ライフ1そしてソウルイン。どんどん硬くなっていく。リボルトやべえ。アタックフェイズイエーガーでファイターに3ダメージ。キャストお6人立てライフプラス1。お見事です。ダーエンド。オーケー、久しぶりに俺も血がたぎってきたぜ俺こんなにソウルあるの本当に心強いわチャージどれでしょうか。チャージ&ドロー。お、まあまずはフレアファンクフレアの時にゲージプラス1してタイオリがいるんでワンドロー。お、
デジチ、大フィーチャー払って、あれがガオがやってたやつだ。シャキンってやつだ。合体するナックル。防御高すぎじゃないっすか。わかんないけど、これ高い言っていいかわかんないけどさ、ちょっとそれ棒12000連携攻撃、12000は受ける。ソウルで1枚ドスン。お、残り役は、残りソウルは、残りソウルは4枚。4枚、ターン終了、ターン終了、スタート。ドロー、これ違うな。ん、チャージアンドドロー。オッケー、ドロー祭り、祭りじゃ祭りじゃ。来た、装備海王の怒り、荒波を装備。ゲージ1払ってデッキの上から1枚をドロップゾーンに置く。はい、アタックフェイズ、来いよ。先デュエルイエーガーでファイターに3ダメージ。ちょっと太陽の盾、ゲージプラス1して、ライフプラス1、ライフプラス1、ライフプラス1、荒波で、はい、いやいや恐れずファイターに1ダメージ。5、ダメージ。オッケー、スタンド、ドロー、チャージ&チャージ&ドロー、ドロー、あー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 、タックしていいですか。どうぞ。12000連携。受けよ、こちらで。それで受ける、ファイナルフェイス。あれ、ファイナルフェイス、バーディーコール。あ、あ、ファイナルフェイス、ゲージさんを払い、フレアファングドラゴンを必殺モンスターに。あれ、何、何その必殺モンスター。グレートフルバルラリアット、新しいやつですね。めちゃめちゃ強い名前。このカードはアタックした時に太陽竜を3枚ドロップゾーンからデッキの下に置くことができます。おー、3枚で置いた分だけ相手のモンスターか相手の場のカードを選んで破壊できると。相手の場のカードを破壊できちゃう。破壊できる。アタックしていいですか。待って、いいです。グレートフルバルラリアット。1、2、3回。ということは 3、だから1、2、3回、1、2、3、1、2、3、受けちゃう。え、これ全部飛ぶってこと。1、2、3。え、ほら、破壊だ。破壊されちゃう。破壊されちゃうな。じゃあ無効化、激凛、ゲージ1払ってライフ1払って場に残して反撃。おう、バルドロ、ゲージ1を払い、ゲージ1払い、このカードをドロップゾーンに置くことで、おっと、場にカードを残すことができる。なんてしぶといんだバルドルゴン。いやー、スタンド、スタンド、ドロー、こっちか、チャージ、アンド、ドロー、キャスト、竜王伝、1ゲージ、1ライフ、1ドロー、アタックフェイズ、デュエルイエーガーでファイターに3ダメージ。俺ファイターに3ダメージ受けときましょう。残り役が2、荒波ででも行くしかない。ファイターに1ダメージ。残り1、ダーエンド。あれ、ダーエンド、スタンド、ドロー、あ、残り1、ドロー、チャージ&ドロー、アタックじゃー。アタックフェイズ、バルドラゴン、1、2、3枚、1、2、3枚、これ頼りシュッと入れて1、2、1、2、3枚、3、1、2、3、入れてもいいけど、入れたら、入れても結局は破壊される。じゃあもう受けるしかない。破壊、破壊、あー、なんかで、ダメだ、破壊されよう。アタック1ダメージ。アタック1、受けよう。そしてドロー。いや、リボルテッド持ってねえじゃん。来いよ、チャージアンドドロー。今リボルテッド引いたぞ。こいつ今リボルテッド引いたぞ今。わかんないけど、俺でもこれはもう
これはもうお見せするしかないな、これは。これはやるしかない。ライトに。バットガイ。バットガイ、ゲンクが出たぞ、これ。レフトに。バットガイ。読めたぞ。読めたようだな。三兄弟だ。なんだよ、これ。もう、ライフ1でしょ。もう恐れず行くしかない。キヨ様の手札は空。このターンで好きにするがいい。アタックフェイズ。多いよ。まずはライトから順番に行くぜ。ファイターに1ダメージ。よくりよ、だてレフトのバットガイでファイターに1ダメージ。おごりゃ1。お、あ、いけ、バットガイ。バットガイ3兄弟。ファイターに1の、バットガイ3兄弟が。だってさ、DLEA が絶対縦1枚持ってたら1回しか来ねえと思ってたもん。一生懸命聞いたのに負けました。あバルラリアットに一方的にしてやられたのに。バルラリアット、いや、それだったらバルラリアットセット出しとった。あー、マジかよ。手札が全部あったからさ、やるしかなくてさ、勝つためには参りました。はい、いや、でもバットガイに助けられた。バットガイ、いいカードです。みんなデッキに入れてあげてね。次回もはい、ジェックディスパーン。アニゴンを使ったデッキはこれ。キヨさんのデッキはこれ。